ブルース・タイロン・マックスウェルは、ドイツのヘッセン州ビースバーデン出身のプロ野球選手。ウト左ヒ MLB のニューヨーク・メッツ参加所属。相性は、体型がプリンス・フィルダーを小型化したように見えることから、リトル・プリンス。ドイツの米軍基地で生まれ、後に、アメリカ合衆国アラバマ州ハンツビルへ移る。2012年の MLB ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名され。 プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスでプロデビュー。A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレーし、2球団合計で67試合に出場して打率。277、26打点、1盗塁を記録した。2013年は、A 級ベロイトスナッパーズと A 級ストックトンポーツでプレーし、2球団合計で104試合に出場して打率。 275、7本塁打四49打点を記録した。2014年は、A 級ストックトンと AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、2球団合計で104試合に出場して打率。243、6本塁打三37打点を記録した。2015年は、A 級ミッドランドでプレーし、96試合に出場して打率。四十三 日本類が48打点を記録した。2016年はシーズン開幕前の3月8日に第4回 WBC 予選のドイツ代表に選出された。シーズンでは開幕をトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎え、7月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると同日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは33試合に出場して打率、283、1本塁打、14打点を記録した。2017年8月22日、2017年9月23日の試合前の国家聖賞の際に、自身の出身であるハンツビルで、NFL の選手で国家聖賞の際に抗議する選手は首にすべきと発言したドナルド・トランプに抗議し、 MLB の選手として初めて膝をつき抗議活動を行った。オフの10月24日に抗議行動の影響によってアラバマ州のレストランでトランプ大統領を支持するウェーターに食事の提供を拒否されたと主張したが、レストランのウェーターはマックスウェルが誰なのか知らなかったと否定している。しかし、一方で同席した市会議員はウェーターが マックスウェルの抗議行動の話題を持ち出していたと証言している。10月28日にはアリゾナ州スコッツデールの自宅でフードデリバリーの女性配達員に銃を突きつけ過重暴行及び風紀弁乱の容疑で逮捕された。11月8日に過重暴行及び風紀弁乱の罪で大陪審に起訴された有罪となれば最大15年の禁錮刑。 裁判は2018年8月9日に予定されている。2018年9月1日に DF となり6日にマイナー契約で AAA 級ナッシュビルへ配属された。オフの11月2日に FA となった。2019年はメキシカンリーグのモンクローバスティーラーズと契約。入団1年目のシーズンは109試合に出場して24本塁打を放って打率。 325、出塁率。407、長打率。559を記録し活躍した。メキシカンリーグのオールスターにも選出され、セリエデルレーでもチームに貢献し、スティーラーズ初の優勝を勝ち取った。2020年は、スティーラーズと再契約を結んだ。シーズン開幕の3月に開催予定だった2021ワールドベースボール。 クラシック予選のドイツ代表に選出されたが、COVID-19 の蔓延で中止となった。また、メキシカンリーグもシーズン中止となったため、公式戦での出場はなかった。2020年7月28日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。父親は黒人、母親は白人であり、アメリカ合衆国出身の黒人保守は2005年のチャールズ・ジョンソン以来11年ぶりだった。 ありがとうございます。